はい、皆さんこんにちは。池林秀子と池端秀幸です。僕は37歳に池林秀としてデビューし、約5万人の女性の人生に触れてまいりました。そしてこの度、決め手は1ミリリマイメイクという本を出版させていただくことになりました。ありがとうございます。この本の中身なんですけども、皆さんはこんなこと思ったことないでしょうか。そもそもメイクってすごく面倒くさい、それからメイクって正しいのはどういうやり方が正しいのかわからない、年齢に応じて年々ですね、肌の変化によって自分にふさわしいメイクのやり方がわからない、時には人のメイクを見て羨ましく思う、とにかく自分らしいメイクっていうのはどういうメイクかわからないということで、いろいろと不安であったりとか迷いがあったり、そして、もう面倒くさいということで、そういうことをよく言われることが多いです。でもそもそもよく考えてみますと、たくさんの美容雑誌があったり、そして美容サロン、メイクサロンももちろんそうですけども、美容室行けばありますし、エステサロン行けば、メイクのこともちょっと教えてくれたり、百貨店行けばね、メイクのワンポイントアドバイスもございます。まあ、そんなたくさんね、教えていただける機会があるにもかかわらず、なかなかそのメイク、例えば眉一つでも、難しいと思う人が多い。でこれはですね、よく考えていきますと、僕自身がある種の答えに至ったんですけども、この顕在的に自分が自覚している状態の顕在意識の中でものを見ていると非常にですね、迷わされる。でこれは多分潜在意識の中に何かこう影響されているものがあるんじゃないかということにたどり着きました。いろんなその人間にはタイプがございます。血液型占いとか、いろんな性格判断もあると思いますし、まあ、12種類とかいろんなタイプカテゴリーがあると思います。これは美容の中にもたくさんあります。どんな色が似合うかとか、いろいろとね、色選びの中でもその4つに分けるとか、輪郭に応じてたくさん分けていく方法もあります。でそんな中で今回、3つの人間のタイプ、脳タイプ別のタイプに合わせたメイクということをちょっと照合したんですね。そうすると、うまく辻褄があったわけです。どういうことかというと、脳タイプには低タイプ、目タイプ、耳タイプという3つのタイプがあります。例えば、皆さんが、行動する時のタイミングとか、それから、物を買う時のこの判断基準、それから、価値観ですね、この人と合う合わんというその物差しはどこで基準、どういう基準をで、判断してるかとか、例えば時間の感じ方もう、それは3タイプとも各々が大きく差があります。これは美容に対してもそういう、ギャップというのを感じるわけですね。例えば低タイプ、目タイプ、耳タイプ、各々の、メイクの傾向値を見ると、低タイプには、ちょっとこうおとなしめのメイクが好きであったり、目タイプの人にはちょっとこう派手めのメイクが好きであったり、耳タイプの人はちょっとこう凛としたメイクが好きだったりするわけですね。でそれを今までは自分の好みとして捉えてたと思うんです。でそれをですね、今回は皆さんがこの周りのメイクに対して羨ましく思うことなく、ご自身も全ていいとこ取りをして、3つの脳タイプの感覚を全部一旦習得してみませんかという本の内容になってます。これは、なぜ迷うのか、なぜ不安になるかというのを突き詰めていった時に、人と比較するというところに多分問題があるんじゃないかということにたどり着いたんですね。で比較する前に、じゃあ人のタイプの顔を作ってしまおうということになったわけです。そうするとすごく、腑に落ちます。例えばみかん、バナナ、リンゴ、この3つの果物があったとします。どれが一番好きでしょうか。これも好みということで、全部好きっていう人も、まあ、もちろんいたると思うんですけど、 どれか1つってなるとみかんとかリンゴとかバナナになりますよね。そしたらその3つの選択肢は各々は間違いじゃないんだけど、みかんって言った人はみかん派で、あとの2つを除外しようとしますよね。だけど実はこの世の中には3ついいところがある、3つのいい果物があるのに、 1つしか見なかったらあとの2つはもったいないというふうに思うわけです。でしかもこのみかんの良さを出すためには、この2つを比較することによってこのみかんの良さが分かるわけですよね。だからそういう部分で、今まで自分が一つだけ自分に合うメイクを探してた方は、この自分に合うメイクという前に
3つともこのタイプ、3タイプのメイクを全部一旦学んでいただいて、そこから自分のいいものを研究すると、こういう風な流れになっています。これは非常にですね、人間関係の構築にも役立ちますし、コミュニケーションね、取りやすくなると思いますんで、ぜひ、この本を見ていただいて、ご自身の魅力アップと、それとメイクのね、可能性について楽しんでいただけたらと思います。ぜひこの本を手に取っていただきまして、あなたのメイクに対する不安や迷い、そういうのを払拭していただき、ますます光り輝く人生になりますことを祈っております。どうぞよろしくお願いします。